IBM 400量子ビット超のオスプレイプロセッサのアクセスを解禁。IBM は昨年11月に IBM クワンタムサミットにおいて433量子ビットオスプレイプロセッサを数ヶ月以内に IBM クワンタムネットワークのメンバーに提供予定であると示しました。そして今回 IBM がエクスプロラトリー 探求と呼んでいる状態で、このマシンをユーザー向けにリリースしました。このファミリーの初期マシンは、IBM、シアトルと呼ばれています。このプロセッサは、配線に物理的な問題があり、433個の量子ビットのうち、413個が動作しています。 量子ビットの品質指標では以前の127量子ビットと27量子ビットのデバイスに比べて改善が見られませんがそのことは彼らがオスプレイ R1 と呼ぶこの特定のバージョンの目標ではありません。オスプレイファミリーの後続のリビジョン 例えばオスプレイ R2 は、社内でテスト中ですが、127量シビット、イーグルファミリーの後続リビジョンで発見された、いくつかの進歩を取り入れ、性能を向上させる予定だということです。IBM、シアトルプロセッサのリリースに関する追加情報は、クワンタムビジネスマガジンをご参照ください。